ほら、いいってなるんやな、きな粉。きなこ。え、開いてるん？開けてない。なんかこれ餌を食べてるようなあれじゃない？ネズミが食べてるんちゃう？ちゃうと思うね。でも嫌がってもないな。嫌がってるやろ。いや。ちょっとうざそうにしてるけど。ちょっと狭いとこに行ったなぁ。いつの間に、なんだろそんなんなった。なんだこっち来た。きなこ。いつの間に仲良くなった。ん？きな粉はぐるぐる言ってないの？チップインバーディー。勢いに乗ると前半だけで6バーディーの猛チャージを見せました。新しい池田裕太が30歳になって初優勝を飾っています。さあ、ここからは世界で輝くヒーローたち。昨日世界初の大技を成功させた宇野昌磨がまた決めました。2日続けて決めてきました宇野昌磨。これは喧嘩です。難易度の高いジャンプをフリーでのかじゃれ合ってるのか。得点も自己ベストを上回る 192.92 をマーク。今シーズン最後のフリーで最高の演技を見せました。メジャーリーグではヤンキースの田中将大が先発。鋭く落ちるスプリットを武器に今シーズン最多の7三振を奪います。2勝目はなりませんでしたが、中村がチームのサヨナラ勝ちにつながりました。森田からアグレッシブのプレーが今日はしっかり出せたと思います。バルセロナオープン2勝進出を決めた錦織圭。2連敗中と相性の悪いプレーの攻略の鍵はリターンでした。中村さん、このプレーご覧ください。シュシュも負けてません。気の利く女の子です。初戦からすべてストレート勝ちの錦織。3連覇がかかる決勝の相手は4大大会通算14勝のナダルです。彼はすごくいいテニスをまた試合してきてるので、もうずっと取っ組み合い。寝てないときは取っ組み合い。はぁって言いました。きなこは言われてもやめません。今準決勝もね、かなり強い相手と、なかなか具が悪かったし、しっかりとね、あれだけ今ですね、勝ってきましたし。最初は止めに入ってたけど、本気で噛んでないようなので、もう止めるのをやめました。
はい、休憩か。はい、よろしくお願いいたします。今日のプロ野球のヒーローをチェックしていきたいと思います。さすが石井さん、参りましょうか。3年、レッツボー。